これより会議を開きます。国務大臣の演説に対する質疑に入ります。枝野幸男君。立憲民主党代表の枝野幸男です。立憲民主党は10月3日に決闘した2ヶ月にも満たない新しい政党です。このままでは選択肢がない。私たちの声に耳を傾ける受け皿を作ってほしい。そんな多くの声をいただき、背中を押されて作った政党です。特定の価値観を上から押し付けるトップダウン型の政治ではなく、国民の皆さんの草の根からの声に支えられたボトムアップ型の政治へ、日本の民主主義を右でも左でもなく前へ、まっとうな政治を取り戻したい。私はそう決意し、立憲民主党を立ち上げました。先の総選挙は決闘から1週間で公示され、20日後の22日が投票日でした。にもかかわらず、比例区では1000万を超える票をいただきました。短期間でこんなにも多くの皆さんにご期待をいただけるとは、正直思っていませんでした。私自身も含めて、この国の政治が国民の皆さんからいかに遠く離れていたのか、そのことにいかに多くの皆さんが苛立ちを感じておられたのか、ご期待をいただけばいただくほど痛切に感じる選挙戦でした。立憲民主党は国民の皆さんにお約束したとおり、数合わせの権力ゲームと受け取られかねない永田町の内側を向いた政治ではなく、筋を通し国民の皆さんと共に歩む真っ当な政治を一歩ずつ進めていきます。立憲民主党が目指す社会、それは多様性を認め合い、困った時に寄り添い、お互い様に支え合う社会です。誰か人のためにと思ってすることが、巡り巡って自分に返ってくる。情けは人のためならずということわざがあるように、私たちの社会は、そんな寛容で相互に支え合う社会であったはずです。ところが、バブル崩壊以降、自由競争、規制緩和、自己責任、こうした言葉が政治の側からも含めて繰り返し語られるようになりました。結果として、行き過ぎた競争が過酷な労働環境につながり、過労自殺やスキーツアーバスの事故など、悲惨な事態を招いています。格差の拡大と自己責任に名を借りたエゴイズムが、社会を分断して、ヘイトスピーチという深刻な問題まで生んでいます。競争だけでは、社会は回らず、経済も発展しません。公正で公平なルールがあり、そのルールが守られている中で競争する。だからこそ、社会は安定し、発展します。誰がその公正なルールを作り、守らせるのか。まさに政治の役割です。誰にでも自分の力だけではどうにもならないことが必ずあります。今は勝ち組で自分の力だけで生きていると思っている人でも、いつ不慮の病気や事故に見舞われるかわかりません。政治はその時のためにあります。自己責任を過度に強調して煽るとしたら、それは政治の責任放棄です。立憲民主党は本来の政治を取り戻します。豊かさを社会全体で公正に分かち合い、将来の不安を小さくしていくことでこそ、社会の活力を生み出します。
人一人の違いを互いに認め合うことで、それぞれの持ち味が発揮される、そんな社会を築き上げます。こうした社会を作ることで、多くの人が幸せを実感できる。私はそう信じています。バブル崩壊以降、長期にわたる経済の閉塞状況の原因は、国民の所得を削り、中間層を激減させたことによる個人消費の低迷にあります。消費性向は所得が高いほど低い、経済のいろはのいです。中間層が減って、その分貧困層が増えれば、購買力がないために消費は減少します。高所得者がわずかばかり増え、さらに豊かになっても、限界消費性向が低いために、消費の大きな拡大にはつながりません。消費性向の高い、所得の低い人から、所得の底上げを図る。そのことで消費を喚起できます。苦しい中で頑張っている人を支えるという社会政策的観点だけではありません。消費不況を脱出し、経済と社会を活性化させるために、私たちは分厚い中間層を取り戻すという草の根からの経済再生を進めてまいります。待機児童の問題が深刻です。介護サービスも不足しています。背景には、低賃金による保育士や介護職員の人手不足があります。賃金も含めて、価格は需要と供給のバランスで決まるのが、まっとうな資本主義です。需要に対して供給が大幅に不足している保育士や介護職員などの賃金は、大幅に引き上がるのが当然です。私たちは、限られた公的な予算財源を、こうした分野の人件費に最優先で回すことを強く求めます。低賃金だった介護職員や保育士の給料が上がれば、それが消費に回って内需拡大にもつながります。出生率の上昇も結果的に消費を拡大させます。老後の安心が高まれば、老後のための蓄えが消費へ回る可能性が出てきます。景気対策としても有効なのです。災害復旧や老朽化設備の補修など、公共事業の中にも急ぐべきものが確かにあります。しかし、優先順位の低い公共事業については、それを我慢してでも、介護職員や保育士など、低賃金であるために、人手不足の公的サービス分野、この分野での賃金引き上げを急ぐべきであります。幼児教育の無償化は、社会全体で子どもの育ちを支援するという観点から、私たちも賛成です。大切なのは、すべての子どもが等しく対象であるということであります。親の年収や施設の種類で、限定や差異をつけるべきではありません。所信表明でおっしゃった、すべての子どもたちというのは、限定や差異なく無償化するとしか受け取れませんが、総理に確認をいたします。待機児童問題が解消されないままに無償化を進めれば、保育所に入れない人が無償化の恩恵も受けられないという二重の不利益を被ることになります。待機児童問題の解決こそが先行すべきであり、そのためにも保育士の賃金引き上げを急ぐべきです。所信表明では、2020年までに32万人分の受け皿整備を進めるとしています。しかし、本当にこれで、待機児童問題が解消するとは思えません。また、具体的にどのような手段で受け皿整備を進めるのでしょうか。総理の見解をお尋ねします。今、53歳の私が大学生の頃にも、奨学金を借りていた同級生はいました。しかし、それは一部に限られていました。多くの人たちが奨学金を借りずに大学に進学できた。そんな時代がわずか30年ほど前にありました。意欲と能力のある子どもにしっかりとした学ぶ機会を作ることで未来を担う人材が育ちます。高等教育の無償化に関して、いわゆる出世払い方式の奨学金を導入しようとしているとの報道があります。しかし、出世払いにしても借金であることには変わりありません。
大学の授業料や入学金は大幅に上昇しており、借り入れを要する奨学金の額そのものが大きくなっています。無償化の対象を恣意的に選別するとの動きも伝えられています。本当に恣意的な選別なく、真の無償化が進むのか、その具体策について総理にお尋ねをいたします。格差が拡大をしている背景には、労働法制の行き過ぎた緩和があります。いつクビになるかわからない非正規などで、年収200万円以下の方が1100万人います。その結果、結婚して、家庭を持って、子供を産み育てて、そんな夢すら持てない若者が少なからず生まれています。これでは、社会の活力が生まれるはずもなく、消費低迷や人口減少に歯止めがかかるとも思えません。加えて、この国には、サービス残業というおかしな言葉があります。残業代を支払わなければ、明白な違法行為、違法残業です。働き方改革を言うならば、まずは今の労働法制を厳しく守らせることが前提です。サービス残業という違法行為をやめさせ、過労死や過労自殺を根絶させるべきです。違法残業がまかり通っている中で、残業代を払わない方向での法改正、いわゆる残業代ゼロ法案を進めるのは全く方向が逆です。働いたら、その分だけきちっと給料がもらえる、まっとうな仕組みを作りましょう。希望すれば、正社員で働けるという、30年前には当たり前だったまっとうな社会を、私たちは粘り強く求めていきます。正社員として働ける方向へ、かつての民主党政権は、労働契約を改正しました。期間従業員などが同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、無期雇用に転換できるという5年ルールの導入です。ところが、この適用を受けないよう、社内ルールを変更した大手企業の存在が明らかになりました。制度の趣旨を骨抜きにするようなルール変更に対して、政府は厳しく指導すべきと考えますが、総理の見解をお尋ねします。社会の下支えと底上げには、地方の活力を取り戻すことが不可欠です。それぞれの持ち味を生かし、地方の活力を引き出す上で、地方の自由度がより高い一括交付金を復活させるべきと考えます。総理の見解を求めます。また、地方の活性化には農業政策が重要です。政府は、米に対する所得保証金を平成30年から廃止すると決めました。稲作農家からは不安の声が上がっています。私たちは地域社会と食料安全保障、そして水や緑などを守っている農業の多面的機能を重視し、農業者個別所得保障制度の法制化、恒久化を目指しています。この制度に対する総理の見解を求めます。人口が減少する社会において、社会の活力を維持するには、一人一人の個性を生かし、持ち味を発揮する多様性こそが重要です。多様性は、一人一人の人権の問題であると同時に、社会の活力の源です。そのためにも、夫婦別姓を選択できるよう、法改正を急ぐべきと考えますが、総理の見解をお聞かせください。民間の調査によれば、日本における LGBT 当事者は13人に1人。こうした皆さんの人生を守り、すべての人がその性的指向や性自認によって差別されることのない社会を作るため、私たちは LGBT 差別解消法の制定を目指します。この問題は政治家一人一人に対し、あなたは本当に多様性の力を信じる立場にいるのか、という問いを突きつけます。総理の見解を求めます。また、障害を持った人も安心して暮らすことができ、共に生きる社会に向けた象徴的な案件として、
手話言語法の制定を急ぐべきだと考えますが、総理の認識をお聞かせください。日本銀行が掲げたインフレ目標は5年近くが経ってもいまだに到達できていません。輸出数量も当初の見込みとは異なり増えていません。ゼロ金利の下ではマネタリーベースを増やしても物価は上昇しない、このことが明らかになっていると考えますが、総理の見解を伺います。政府はカジノを成長戦略と位置づけているようですが、本気でしょうか。カジノ解禁はギャンブル依存症を拡大させます。依存症は当事者や家族にとってだけでなく、膨大な社会的コストを生じさせ、経済にもマイナスです。総理の見解を伺います。やるべきことはギャンブル依存症を防止し、依存症からの脱却を支援することです。私たちはギャンブル依存症対策基本法案を準備しています。これについての総理の見解もお尋ねします。議場の議員の皆さん、皆さんはどういう根拠で立法権という権力を預かることになったのか考えたことがあるでしょうか。安倍総理をはじめ内閣を構成する国務大臣の皆さんはどういう根拠で行政権を預かっているのでしょうか。選挙で勝ったからとだけ考えているならばそれは間違いです。憲法というルールが選挙などの手続きを定め、そのルールに基づいて選ばれているからこそ立法権や行政権をお預かりをしています。預かっている権力の範囲も根拠となっている憲法というルールで制約されます。いかなる権力も憲法によって制約される、この立憲主義という考え方は右も左も関係ない近代社会であれば当たり前の大前提です。立憲民主党は主義主張政策以前の問題として、立憲主義という真っ当な政治の根本を取り戻していくために全力を挙げて戦います。いわゆる安保法制、集団的自衛権は立憲主義の観点から決して許されません。集団的自衛権の行使は憲法違反だ。日本が攻められたときは個別的自衛権で日本を守る。しかし日本が攻められていないのに外国のお手伝いでは戦争はしない、誰が言ったのでもありません。歴代自民党政権自らが決めてきた解釈です。それを論理的整合性も全くない中でひっくり返したのです。自分たちを縛っているルールを権力自らが破るのでは権力としての正当性がありません。こんな立憲主義違反が堂々と分かり通ったらそれは18世紀です。立憲主義に反した状況を放置しておいて真っ当な憲法議論ができるわけがありません。まずは今ある憲法をちゃんと守ってから言え、それが真っ当な順序であります。ましてや安保法制を前提としながら自衛隊を憲法に明記したら立憲主義違反を事後的なし崩し的に追認することになり到底認められません。また今のまま自衛隊を明記すれば地球の裏側まで行って戦争ができることになり、これは自衛隊という名の軍隊を認めることにほかなりません。専守防衛から大きく逸脱し日本国憲法の平和主義は完骨脱退されます。立憲民主党は9条改悪の問題点を国民の皆さんに力強くそして粘り強く訴えていきます。私たちは立憲主義に基づき権力を適切に拘束する方向での憲法議論は積極的に進めます。今議論が必要なのは解散権の制約や臨時国会召集義務に関する期限の設定、知る権利の拡大などであります。立憲民主党は専守防衛に徹する自衛隊や
個別的自衛権の行使について合憲であるとの立場です。領域警備法の制定と憲法の枠内での周辺事態法強化によって主権を守り、専守防衛を軸とする現実的な安全保障政策を推進すべきと考えます。両案に対する総理の見解を伺います。日米安全保障条約は日本と東アジアの平和と安定に不可欠であり、日米同盟は健全に強化発展させるべきです。もっとも健全な同盟関係であるならば、言うべきことをしっかりと伝えることが重要です。過日の首脳会談においてパリ協定の離脱についてトランプ大統領から何らかの説明はあったのでしょうか。また総理の側から離脱を思いとどまるよう説得はしたのでしょうか。お尋ねします。沖縄ではまた米兵の飲酒死亡事故が生じました。沖縄の米軍基地問題については日米同盟の健全な発展という観点からも沖縄の民意に寄り添った対応が必要です。立憲民主党はこれまでの経緯と状況をゼロベースで検証してまいります。日中関係について過日の首脳会談でさまざまな意見交換がなされたことは率直に評価します。一方で中国に対しては尖閣諸島周辺での抗戦の活動や南シナ海での力による現状変更など厳しく対応していく必要もあります。これに関連し日中での防衛当局間による海空連絡メカニズムの進捗状況について総理の説明を求めます。また東シナ海での日中資源共同開発に関する合意の履行状況とその見通しについてもお尋ねします。北朝鮮の拉致問題、核ミサイル開発問題については引き続き毅然とした対応を求めます。その上で現在韓国には短期滞在者を含めて6万人近い日本人がいます。万一の事態となった場合、これら邦人の避難と保護は日本政府に課せられた重大な責務です。韓国や米国との間でどれだけの協議がなされているのでしょうか。日本政府としてどの程度の検討がなされているのでしょうか。すべてを明らかにはできないと承知していますが、できる範囲での説明を求めます。民主主義は国民の皆さんが主体となる政治です。強いリーダーが自分の考えを国民に押し付ける、そんなものではありません。選挙で勝ったから、国会で数があるから何でも好き勝手にやっていいというものでもありません。民主主義は単純な多数決とイコールではないのです。みんなで相談してみんなで決める、すべての国民が集まることはできないから代表である議員を選んで議論し、話し合った結果としてどうしても決められないときに多数決がある。これが真っ当な民主主義です。立憲民主党はそんな真っ当な民主主義を取り戻します。森友賭け問題を取り上げるまでもなく、真っ当な民主主義のためには適切な公文書管理と徹底した情報公開が不可欠です。立憲民主党は公務員個人が作成管理する文書も対象に加えるなど、公文書管理法改正案と開示情報の拡大など情報公開法改正案を速やかに国会に提出します。公文書管理法と情報公開法に関する総理の見解をお尋ねします。国会では与野党での質問時間の配分について自民党から身勝手な主張がなされています。かつての野党時代の主張と完全に矛盾する上に、議員内閣制と国会の役割についての無理解に基づくものとしか言いようがないものです。与党の質問時間割合を拡大しようという提案は、政府与党一体の事前審査プロセスなどが機能不全の状態にあるからだと受け止めざるを得ません。今の自民党は国会提出前の事前審査プロセスなどで野党議員と同じ程度にしか関与できていない、影響力を行使できていない、こういうことなのでしょうか。政府側から見た総理の認識をお尋ねします。2011年3月11日、東日本大震災と
東京電力福島第一原子力発電所事故の際、私は内閣官房長官の職にありました。一日も早い復興と原発ゼロの実現に向けて、被災者、被害者の皆さんに対し大きな責任を負っています。また、熊本地震や各地での豪雨災害をはじめ、相次ぐ自然災害への対応に、あの時の教訓を生かして全力を尽くしてまいります。復興に関連して特に重要なのはソフト面での支援です。ハード面での損害や復興のプロセスは目に見えます。しかし、家族やふるさと、地域でのつながりなどを失った心の傷は目に見えません。所信表明では、心の復興を支援する旨述べられましたが、その具体策についてお尋ねします。自民党は、依存度を可能な限り低減させますとする一方、原発をベースロード電源と位置づけています。ベースロード電源として活用すれば、依存度を低減させると言っても限界があります。一体いつになったら原発稼働をやめるつもりなのか、それともやめるつもりがないのか、総理の明確な答弁を求めます。また、原発再稼働を進めますとしていますが、国の責任ある避難計画が策定されていない中での再稼働は、文字通り無責任です。総理の認識を伺います。立憲民主党は、国が避難計画に責任を持つ原子力災害特別措置法改正案と、一日も早い原発ゼロに向け、工程表を示した原発ゼロ基本法案を策定し、次期通常国会までに提出します。原発ゼロは今やリアリズム、具体的なプロセスこそが問われる段階です。こうした法整備に総理は賛同いただけますか、お答えください。現代は古いイデオロギーの時代ではありません。右でも左でもなく、上からの権威主義的な政治に対して、草の根からの国民の声に基づく民主主義をもう一度立て直す。上からか、草の根からか、これが21世紀の新しい対立軸です。立憲民主党は、草の根から社会を支えて押し上げる21世紀の新しいビジョンを国民の皆さんと一緒に作っていきます。それは、私や立憲民主党が作るものではありません。国民の皆さんとみんなで作り上げるものである。皆さんが背中を押して国民の声が作った政党、それが立憲民主党です。2017年10月22日、この日から日本の民主主義が変わり始めた、そう言ってもらえるような歩みを、私たちは進めていきたいと決意をしています。枝野盾と背中を押していただいた皆さん、私たちがその道を逸れることがないよう、厳しい目で監視を続けてください。日本の未来を切り開くのは、政治家でも政党でもありません。この国の未来を思う、すべての皆さん、そうあなたです。一握りの人が政治から、一握りの人が作る政治から、みんなで作る真っ当な民主主義、国民の皆さん、そんな未来のために、ぜひ私たちと一緒に歩みを進めていきましょう。私には新たな力が必要です。ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。枝野幸男議員にお答えいたします。幼児教育の無償化や待機児童問題についてのお尋ねがありました。幼児教育の無償化については、先般の総選挙でもお約束したとおり、2020年度までに3歳から5歳までのすべての子どもたちの幼稚園、保育園の費用を無償化する。0歳から2歳児についても、
所得の低い世帯に対して無償化するとの方針のもとで現在具体的な検討を進めているところであります。待児童問題については本年6月に策定した子育て安心プランを前倒しし、2020年度までに32万人分の保育の受け皿整備を進め、待児児童を解消することとしています。本プランを踏まえ、保育の受け皿整備のための予算をしっかり確保してまいります。また幼稚園や学校の空き教室の活用、地方自治体における具体的な取り組みや情報の住民の方々への積極的な提供など、地方自治体の取り組みをきめ細かく支援してまいります。高等教育の無償化についてお尋ねがありました。どんなに貧しい家庭に育っても意欲さえあれば専修学校大学にも進学できる日本にしてまいります。真に必要な子どもたちには高等教育を無償化します。そのために授業料の減免措置の拡充と給付型奨学金の支給額の大幅増加を検討しています。無期転換ルールについてのお尋ねがありました。まず無期転換ルールを避ける目的で雇い止めをすることは法の趣旨に照らして望ましいものではないということを申し上げます。このため無期転換ルールの適用の適切ルールの適切な適用のため、都道府県労働局に特別相談窓口を設置するなど、企業への周知や啓蒙指導にしっかりと取り組んでまいります。ご指摘の企業における事例については、現在厚生労働大臣において実態を調査中であり、調査結果を踏まえて必要な対応を取ってまいります。自由度の高い交付金についてお尋ねがありました。民主党政権時代の地域自主戦略交付金については、手続きの煩雑さや様々な問題点が指摘されていたことから、平成25年度に廃止し、地方からの意見を踏まえ、より大きな政策目的にまとめて真に必要な事業に当てることができる自由度の高いものといたしました。今後も地方の意見を踏まえた不断の検討を行い、真に地方にとって効果が高く使い勝手の良い施策の仕組みづくりを推進してまいります。農業者個別所得保障制度についてのお尋ねがありました。旧個別所得保障制度については、すべての販売農家を対象に交付金を支払うものであったことから、担い手への農地の集積ペースを遅らせる面があったと考えています。さらに十分な国境措置がある米について交付金を交付することは、他の農産物の生産者や他産業納税者の理解が得難いなどの課題がありました。このため安倍内閣においては、旧個別所得保障制度については平成29年3までの自衛措置とした上で、その間強い農業の実践に向け、農地集積バンクによる農地集積や需要のある麦、大豆、飼料用米の生産振興による農地のフル活用を図るなど、前向きな政策を強化してまいりました。引き続き農業を成長産業とし、農家の所得を向上させるための施策を力強く推進してまいります。社会の多様性についてお尋ねがありました。夫婦の別氏の問題は家族のあり方と深く関わるものであり、国民の間にさまざまな意見があることから、慎重な対応が必要と考えております。性的指向や性自認については、その正しい理解を促進し、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進めてまいります。共生社会を目指す上で、障害者の自立と社会参加の支援が重要であることは言うまでもありません。今後とも障害者施策の充実に取り組んでまいります。なお御党のご提案については、国会においてご議論いただければと思います。日本銀行の金融政策についてお尋ねがありました。政権交代後、大胆な金融政策を含む三本の矢の政策により、もはやデフレではないという状況を作り出すことができました。また、そうした中で、行き過ぎた円高も是正されました。さらに、日本銀行による大胆な金融緩和は、デフレマインドの払拭につながっているものと考えています。こうした中、仕事や投資は国内に戻り始め、中小企業の倒産は3割減少し、輸出数量も2016年後半から海外経済が緩やかに回復する中で、
持ち直しを続け、企業収益は過去最高水準となっています。国民生活にとって最も大切な雇用についても大きく改善しています。就業者数は185万人増加し、有効求人倍率は史上初めて47すべての都道府県で1倍を超え、正社員の有効求人倍率は調査開始以来初めて1倍を超えています。いわゆるゼロ金利の状態における金融緩和と物価の関係性についてのご指摘がありましたが、金融政策の具体的な指標は日本銀行に委ねられるべきであると考えております。物価が 2% 程度に達する時期について、日本銀行の展望レポートでは2019年頃になる可能性が高いとされており、今後とも日本銀行が物価安定目標の達成に向けて大胆な金融緩和を着実に推進していくことを期待しています。引き続き政府、日本銀行は緊密に連携しながら、あらゆる政策を総動員してデフレ脱却、そして力強い成長を目指してまいります。ギャンブルによる依存症等についてのお尋ねがありました。政府ではギャンブル等依存症が当事者や家族の問題のみならず社会問題を生じさせていることに鑑み、本年8月にギャンブル等依存症対策の強化策を取りまとめたところであります。未成年者等のアクセス制限、社交性の抑制、医療面の対応、教育ケア等の対策を政府一体となってしっかりと実施してまいりたいと思います。なおご提案については国会においてご議論いただければと思います。現実的な安全保障政策の推進についてお尋ねがありました。政府の最も重要な責務は国民の命と平和な暮らしを守り抜き、我が国の領土、領海、領空を守り抜くことであります。その責務を果たすため、厳しい安全保障の現実に真正面から向き合い、憲法の範囲内であらゆる事態に切り目のない対応を可能とする平和安全法制を整備しました。政府としてはベストなものと考えています。同時にいわゆるグレーゾーン事態への対応については、海上警備行動等の発令手続きの迅速化や関係機関の連携の強化など必要な取り組みを一層強化しているところであり、現時点では領域警備法といった新たな法整備が必要とは考えていません。また厳しさを増す安全保障環境に対応するため、約20年前に制定された周辺事態法を改正し、平和安全法制の一環として内容の充実強化を図った重要影響事態法をすでに整備しています。専守防衛は我が国防衛の基本方針であり、今後とも堅持していくことは当然であります。安全保障政策は現実への対応です。政府としては今後とも厳しい安全保障環境を直視し、困難な課題に真正面から取り組んでまいります。米国のパリ協定離脱に関してお尋ねがありました。先般のトランプ大統領の訪日ではパリ協定についてのやり取りはありませんでした。他方5月の G7 タルミーナサミットでは、米国がパリ協定にとどまるよう他の G7 首脳とともに働きかけを行いました。米国はイノベーションを通じた先進的な環境技術の導入等を行っており、引き続き米国に対し気候変動問題への取り組みの必要性を働きかけ、ともに協力していく方法を探求していきたいと考えています。日中間の海空連絡メカニズム及び東シナ海資源開発に関するお尋ねがありました。ベトナムの APEC 首脳会議の際に行った習近平主席との日中首脳会談で、東シナ海における防衛当局間の海空連絡メカニズムを早期に運用開始するため協議を加速化していくことで一致しました。東シナ海の支援開発についても2008年合意を堅持し、同合意の実施の具体的進展を得るよう引き続き共に努力していくことで一致いたしました。これを踏まえ、引き続き海空連絡メカニズムの早期運用開始及び東シナ海資源開発に関する2008年合意の早期実施に向け、精力的に働きかけを行ってまいります。朝鮮半島からの邦人退避と保護に関する検討状況についてお尋ねがありました。政府としては様々な状況を想定し、必要な準備検討を行ってきています。韓国とは
在韓邦人の安全確保について平素から緊密に連携しており、米国とは日米防衛協力のための指針も踏まえ協力を進めてきていますが、具体的な内容は事柄の性質上及び相手国との関係もあり差し控えさせていただきたいと思います。公文書管理法及び情報公開法のあり方についてのお尋ねがありました。公文書管理については、まずは現行法の中において行政文書の作成保存に関する基準の明確化、文書の正確性の確保等を内容とするガイドラインの改正を年内に行うこととしており、その後も公文書管理の質を高めるための不断の取り組みを進めてまいります。こうした取り組みは国民に対する行政の説明責任を果たしていく上でも重要であり、公文書管理の質を高めるこれらの取り組みを通じて情報公開の一層の充実に努めてまいります。国会における質問時間についてのお尋ねがありました。与党においては政調各部会において日々熱のこもった政策論議が活発に行われております。なお本党をはじめ野党各党の政調の活動状況については過分にして存じありませんが、各種の調査チームが日々立ち上がり、各省庁が連日全力で対応させていただいているものと承知しております。一般論として数万を超える得票を有権者の皆様からいただいて国会議員となった以上、与党野党にかかわらずこうした政党内部の活動だけでなく国会の中において国会議員としての責任を果たすべきであり、それが有権者の負託に応えることであるとの指摘もあります。いずれにせよ質問時間の配分自体については、まさに国会で国会がお決めになることであり、内閣総理大臣の立場である私から答弁をすることは差し控えさせていただきます。心の復興についてのお尋ねがありました。被災地の復興を進めていく上で人と人とのつながりを作り、被災者が生きがいを持って暮らしていただけるよう心の復興を支援することは極めて重要であります。これまでも政府は被災地の自治体や NPO 等と連携し、被災者に対して災害公営住宅等への移転後のコミュニティ形成の支援、福祉関係者による見守り体制の強化、地域住民との交流の機会の創出を通じたつながり作りなど、心の復興に力を入れてまいりました。これらの事情を通じ、コミュニティの活性化、高齢者の孤立の解消、参加された方の居場所づくりなどの効果が出ていると考えております。今後もこれらの活動がさらに地域に根付いていくよう、自治体との連携を進めながら、被災者の心の復興を力強く支援してまいります。原発の利用や避難計画についてのお尋ねがありました。徹底した省エネ、再エネの最大限の導入に取り組み、原発依存度を可能な限り低減する。これが安倍内閣の一貫した方針であります。同時に、支援に乏しい我が国にとって、電気料金のコスト、気候変動問題への影響、エネルギーの海外依存度を考えれば、原発ゼロということは責任あるエネルギー政策とは言えません。避難計画は地域住民の安全安心の観点からその策定を着実に進めていくことが重要です。国としても前面に立って避難先や避難手段の確保などきめ細かく関与しながら関係自治体と一体となって計画策定に取り組んでいます。今後とも自治体とともに避難計画を継続的に充実強化してまいります。その上で高い独立性を有する原子力規制委員会が科学的、技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発のみ、その判断を尊重し、地元理解を得ながら再稼働を進めるのが政府の方針であります。なお、ご提案については、具体的な内容が現時点では全くわかりませんが、法案が提出された後、国会でご議論いただくべきものと考えております。